どれくらい行くの？
ました。お疲れ様でした。ハッツ先発、はい、どうでしたか。いや、すごい、はい、いい舞台を用意していただいて、まあ、やれることはやれたかなと思います。準備に向かうところではなんかこう緊張感とか、はい、前日寝れなかったとかそういうのはどうでしたか。あ、そうですね、ずっと楽しみにしていたので、はい、まあ、もちろんいろんな気持ちはありましたけど、まあ、緊張感ある中で楽しんで、はい、楽しめたのかなと。はい、なんとかゼロで柳さんにつなげるので、はい、よかったです。バッティングは、はい、久しぶりに、そうですね、もう一回立ちたかったですね。ヘルメットの違和感が、あれの方がかっこよくないですか。じゃあ、あれでやっていくということですね。そうですね、はい。シーズンが終わって、まあ、宮崎、はい、沖縄、また来シーズンに向けてというところでどういう課題を持ってやってきますか。やっぱり今イニングを少しずつ伸ばしている段階ではいるので、しっかり体力つけて、まあ、自分の投球の幅ももっと増やしたいですし、もっと一球一球の精度というのを高めていきたいんで、まあ、いいピッチャー陣が、いるので、しっかり勉強しながら、しっかり自分の精度をしっかり上げていけるようにやっていきたいと思います。インスタもなんか良かったですね。いやー、本当になんかすごい大事な日というか、まあ、僕も最後登板させてもらってましたし、はい、絶対忘れない一日になったなと思います。あ、一個インスタ今年開設されて、はい、どういう感じでやっていこうかなって。どういう感じで、ファンの方々はネオ候補、又吉さんみたいにネオ候補みたいな感じ。いや、候補にはなれないですけど、立派な候補が本当に見えるんでやんなくていいと思うんですけど、はい、僕が、はい、まあ、ちょっと僕の日記っぽくなっちゃってるところはかなりあるんですけど、はい、感謝の気持ちとかそういうものを、はい、上げていけたらいいかなというか、まあ、ふざけたやつもたくさんあるので、はい、まあ、野球第一ですけど、はい、何か皆さんに伝えれることがあればいいかなと、はい、自己満ですけど、はい、更新を楽しみにしております。全然更新しないですけど、たまの更新がそれもまたファンの方が嬉しかったりすると思うので、まあ、よろしければ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。